全員どけ。待って、まだ近づかないで。将軍、すみません、しくじりました。あの狂犬が俺をここに残したのはあなたに対する。宣戦布告のためね。そうだ、ずっとこいつの喉を切り裂きたい衝動に耐えていた。風霊様がここに留まるよう命令を下されたのは、かの有名な天劇将軍を一目見るためだ。堀人にとってフグ大天の敵、この狩猟ごっこに参加できるだけの腕前はあるか。狩りは遊びなんかじゃない。生きるか死ぬかの戦いよ。忌み者ども、死ぬ準備はいい。合宿どもは死ね、死にやがれ。勝負なしですよ。少しは静かにしてくれない？補給だよ。借りができましたね。行くよ。槍先に火を、炎の槍を断ち切れ。調子に乗るな、拙者はお前らに破滅への道を用意した。お客様を裏切れと追加料金ですよ。よし、モゼ、大丈夫？昇級を助けられませんでした。風霊は想像していたよりも狡猾で手ごわかった。教えて、あいつの宣戦布告って何だったの？一騎打ち、それとも人質交換？風霊はラフの繁華街を襲うつもりです。何ですって？まさか他に潜伏してる堀人がいたとしても、せいぜい数十人程度だよね。それっぽっちの人数で繁華街を襲うつもりなの？それが奴の切り札なんだ。将軍、風霊の体内には堀人が代々受け継いできた儒家の跡があります。俺は奴が子族を堀の老兵に変えるところをこの目で見ました。おそらくそれが宣戦布告だったのでしょう。風霊の血は子族を急速に歪ませ、狂気に陥らせることができる。奴は自分の血を部下に渡してラフ中に広め、混乱を引き起こそうとしています。今すぐ天白氏と雲気軍に連絡して通行禁止令を出してもらおう。子族が出歩くのを防がないと。敵が宣戦布告したのなら、それはすでに向こうが行動を起こしたことを意味するわ。このまま風霊の引き起こした混乱が広がれば。前に私が言ったことを覚えてる？狩りではむやみに獲物の後を追いかけるよりも、獲物が考えてることに気を配る方が大事だって。風霊はラフの人々が混乱に陥ることを望んでる。私たちの足並みが乱れ、限られた人員で隅々まで襲撃の兆候を探して、少しずつ疲弊していく姿が見たいのよ。妖精の人が宴の席でする遊びに似てるわね。いくつかある茶碗のどれかに適当なものを隠して、位置を入れ替えた後、どの茶碗に物が入ってるのか当てるやつ。でも私に言わせれば、
こんなのただの目くらましに過ぎない。風霊がどんなことをしようと変えられない事実がある。それはあいつがラフに閉じ込められてるってこと。脱出するには適当な船を見つけてそれに乗り込むしかない。今あいつが見つけられる船があるとしたら、あの強砲艦だけだ。風霊にとってあれは数えきれないほどの人質を乗せた船。強砲艦は奴の理想の場所であり、私たちの最後の戦場でもある。でももし僕たちの推測が間違ってて、奴が他の場所に行ったり、モゼさんの言う通り手下が老血を使って子族を感染させて混乱を引き起こしたりしたら、どうすればいいんだろう。可能性が低い場所は見捨てるとか。これはあなたが剣術以外に学ばなければいけないこと。比較と取捨選択よ。私たちはみんないくら自問しても永遠に答えの出ない問題を抱えてるの。人は決断する前に心の中の迷いを断ち切る必要がある。そして決断した後は後悔と戦わなければならない。時には間違った選択をして罪のない戦友を犠牲にしてしまうこともあるかもしれない。敵の動向を正確に推測できたはずなのに、その実力を見誤ったせいで敗北してしまうこともあるかもしれない。それでも迷いは誤った選択よりも命取りになる。何があろうと私たちは決断を下さなくちゃいけないの。みんな分かったら命令に従いなさい。私は聖境に行って人々を避難させ、今後の襲撃に備えるわ。地上の安全を確保するためにも全力で迎え撃たないと。七しびと君、剣僕が再生した時と同じようにあなたも泉州に力を貸して、モゼと一緒に昇級を探してほしいの。将軍、強砲艦の安全は僕に任せてください。本当なら僕が演武台に上がるはずだったんだ。こうなった今、強砲艦に戻らないわけにはいかない。分かった。もし風霊が強砲艦を襲ったら、元凶、私が駆けつけるまで全力で奴を足止めしてちょうだい。任せてください。あいつらが強砲艦に乗り込んできたら、この剣に誓って絶対に逃がしません。聞け、この泉州の領域で思い上がったホリジンたちがラフの繁華街を血で染めようとしている。我らの後ろには武器を持たぬ泉州の民と遠方より訪れた旅人たちがいる。諸君に問おう。運気軍としてホリジンの思い通りになっていいと思っている者はいるか。いません。警戒を怠るな。聖査会に伝えて、運気軍は厳戒態勢を維持、ホリジンの襲撃に備えるように。秘書、狼の姿をした生物が聖査会の各所を高速で移動しているわ。すぐ行く。私が着くまで持ちこたえて。玉空、こうして肩を並べて戦うのは30年ぶりね。体を思い切り動かすのは久しぶりなの。始めましょう。今はラフにいるんだから
少しは遠慮してちょうだい。